ここですね、中岳キャンプ場、こちら、川沿いのキャンプ場ですね。はい、ありました、見つけました、ここですね。ものすごい山奥ですよ、本当に山奥ですね。こんにちは、ザキツカです。今日は大分県にある中岳キャンプ場に来てます。キャンプ場に入るとすぐに広い駐車場がありますね。で、キャンプ場の入り口にトイレとかまど、炊事場があります。で、周りはね、ものすごい山ですね。で、町の人たちがちょいちょい田んぼを耕してる感じなんですかね。すごい山の中ですね。で、駐車場の隣がキャンプサイト、テントサイトになってますね。川沿いの芝生ゾーンがテントサイトになってます。で、綺麗な川が、めちゃくちゃ綺麗な川が流れてて、この川は、鮎とかね、渓流釣りができるところになってますね。ちょっとね、さっき雨がバーッと降ったんで、夕立が降ったんで、ね、びっちょびちょですね。ちょっと地面がべっちょべちょなんですよね。どうしようかな、これ。なんか、温泉の看板、道の駅温泉、お風呂こちらみたいな、そんな感じだ。ここが炊事棟ですね。屋根があります。で、左側がかまど、右側が水道、洗い場ですね。で、これがトイレですね。綺麗な水洗トイレがあります。川ですね。水蒸気がすごい、なんか息を吸うと川のね、すごいフレッシュな綺麗な川ですからね、いい匂いがしますよ。森林の香りというか、ものすごく水蒸気の川のね、綺麗な水の匂いがすごいする。川の匂いというか、森林の木の森の吐息の香りですね、これね。すげえいい匂いがします。めちゃめちゃだな。駐車場の方の乾いてるところにテントは林ライスですね。林ライスを食べます。最近ね、カレーとか林ライスとかね、シチューとかをレトルトじゃなくて自分で作ってね、溶かして食べた方が美味しいっていうことに気がついたんですよね。いただきます。食べました。ごちそうさまでした。日も暮れてきましたんでね、寝ることにしますか。では以上になりますね。またね、バイバーイ。